ふと目が覚めた。暗い夜、家の中にみんなはいない。慣れた草と紙の匂い、積み木細工のような空、部屋の隅にはどろりとこびりついたような古い影。死に絶えた音の中で過去を忍ぶ。見ていた夢はもしもの話ばかりだった。例えば、もし空が曇っていたのなら、もし気づくのが少し早ければ、もし彼が衰えていなければ、もし私が生まれていなかったら、それともしここであなたが目覚めなければ。夜はますます沈んでいく。きっともう家の中には誰もいない。一人きりは怖いから、みんなに会いたくて一人きりで庭に出た。ほうと吐く息が白くなっていく。庭はとても指先が痛くなるぐらい寒かった。凍る星、深い闇、さめざめと世界を照らす冷たい光。屋敷の庭はすごく広くて、周りは深い闇に囲まれて、森の木々は黒く黒く大きなカーテンのようだった。まるでどこかの劇場みたい。ザーと梢の窓が開いて、じきサーカスが始まるのかとワクワクした。遠くでいろんな音がしている。黒い木々のカーテンの奥、森の中でみんなが楽しそうに騒いでる。幕はまだ開かない。我慢できずに森の中へと入っていった。すごく暗い。森は深くて冷たい光も届かない。いろいろな音がして、いろいろなものがあるけれど、暗くてよくわからない。途中で誰かとすれ違ったかもよく記憶できないくらい。自分の名前を呼ばれた気がして、もっと奥へと歩いていった。木々のベールを抜けた後、森の広場にはみんな揃って待っていた。わからない。向こうから見知らぬ人がやってくる。凶器を手にしてやってくる。みんなをそうしたように僕もバラバラにしたいみたい。よくわからない。ぼんやりとその人を見る。なすすべもなく凶器を待つ。けれど、いよいよという時に誰かが僕の前にやってきて、僕は子供だからよくわからない。びしゃりと温かいものが顔にかかる。赤いトマトみたいに赤い水。本当によくわからないけれど、ただ寒くて僕は泣いてしまいそうだった。森は黒くて見たくない。地面は赤くて見たくない。だから空を見上げることにした。目に暖かい灰色が混ざってくる。眼球の奥に染み込んでくる。
だけど全然気にならない。夜空にはただ一人きりの月がある。見知らぬ人は今度こそ僕をバラバラにしようとやってくる。なのに僕はぼんやりといつまでも青い影を見上げている。すごく不思議。どうして今まで気がつかなかったんだろう。ああ、今夜はこんなにも。何も見えない。世界がだんだん消えていく。その中でずっときれいに輝いてる。ああ、気がつかなかった。今夜はこんなにも月がきれい。君、もしかして目が覚めてない？
はじめまして、遠野四季君。回復はおめでとう。四季君、先生の言っていることがわかるかい？いえ。僕はどうして病院にいるんですか？覚えていないんだね。君は道を歩いているとき、自動車の交通事故に巻き込まれたんだ。胸にガラスの破片が刺さってね。とても助かるような傷じゃなかったんだよ。眠いです。眠っていいですか？ああ、そうしなさい。今は無理をせず、体を休ませてあげないとね。先生、一つ聞いていいですか？何かな、四季君。どうして体中に落書きをしているんですか？この部屋もところどころひびだらけで、今にも崩れちゃいそうです。やはり脳に異常があるようだ。脳外科の芦屋先生に連絡を。それと視神経にも損傷の疑いがあるな。午後は眼科検査に回すように。変なの、みんな体に落書きしてる。どうやってベッドを壊したんだね、四季君。その線をなぞったら切れたんだよ。ねえ、どうしてこの病院はひびだらけなの？いい加減にしないか、四季君。そんな線なんてないんだ。それで、どうやってベッドを壊したんだい？怒らないから教えてくれないかな。だから、線をなぞっただけなんだ。わかった。この話はまた明日にしよう。
君、そんなところでしゃがんでると危ないわよ。え？絵じゃないでしょ？ただでさえちっこいんだから、草むらでうずくまってると見えないのよね。気をつけなさい。危うく蹴り飛ばされるところだったんだから。蹴り飛ばされるって誰に？バカね、そんなの決まってるじゃない。ここにいるのは私と君だけなんだから、私以外に誰がいるっていうの？ま、ここで会ったのも何かの縁だし、少し話し相手になってくれない？私は青崎青子っていうんだけど、君は？こんな時間。悪いわね、四季。私ちょっと用事があるから、お話はここまでにしましょう。じゃあまた明日、ここで待ってるからね。君もちゃんと病室に帰って、きちんと医者の言いつけを守るんだぞ。あ、ねえ先生、僕こんなことができるよ。
すごいでしょ。落書きが見えてるところならどこだって簡単に切れるんだよ。こんなの他の誰にもできないよね。やめなさい。君は今とても軽率なことをしたわ。ごめんなさい。シキ。謝る必要はないわ。うん、まあ確かにシキは怒られるようなことをしたけど、それは決してあなただけが悪いってわけじゃないんだから。悪いのは僕だけじゃない。ええ、でもね、シキ、それとは別のところで今誰かが君を叱っておかないと取り返しのつかないことになる。だから私はあなたを一人の人間として見た。同じ立場の人間として意見して、怒って本気で叩いた。力加減を間違えていたら私もシキを殺していたかもってくらい本気で。泣かないで、シキ。私も謝らないから。あなたはそれだけのことをしたんだって覚えていてほしいから。うん、その代わりシキは私のことを嫌ってもいいわ。うん、先生のこと嫌いじゃないよ。そう、本当に良かった。私が君に出会ったのはこのためだったみたい。君が見ているものは現実のものよ。決して見えてはいけないものだとしても、他の人間にとってはありえないことだとしても、その線は幻じゃない。あなただけにある現実。そっか、じゃあやっぱりおかしいのは僕だけなんだね。ええ、あなたはおかしい。そこはごまかしようがない。謝らないで。その異常はおかしいだけで説明がつかないものじゃない。道理が通っているものなら人間は何にだって向かっていける。これ私の経験則ね。どんなに馬鹿げたデタラメがやってきても知恵と勇気で乗りこなすのが
私たち人間よ。じゃあこの落書きも説明できる？もちろん。物にはね、壊れやすい箇所というものがある。いつか壊れる私たちは、壊れるがゆえに完全じゃない。君の目はそういったものの末路、言い換えれば未来を見てしまっているんでしょう。未来を見てるの？そうよ。今はそれ以上は知らなくていい。もし君がそういう流れに沿ってしまう時が来るなら、必然としてそれなりの理屈を知ることになるでしょう。先生、何のことだかよくわからない。ねえ、分かっちゃダメ。今大事なのは一つだけ。その線は決していたずらに切ってはいけない。君の目は物の命を軽くしすぎてしまうから。うん、先生が言うならしない。それに、なんだか胸が痛いんだ。ごめんね先生、もう二度とあんなことはしないから。よかった。シキ、今の気持ちを絶対に忘れないで。そうしていれば君は必ず幸せになれるんだから。この落書きが見えてると不安なんだ。だってこの線を引けば切れちゃうんでしょ。なら僕の周りはいつバラバラになってもおかしくないじゃないか。その問題は私が何とかするわ。どうやらそれが私がここに来た理由のようだし。シキ、明日君にとっておきのプレゼントを。私が君を以前の生活に戻してあげる。はい、これをかけていればもう妙な落書きは見えなくなるはず。僕、目は悪くないよ。いいからかけなさい。ドア入ってないから。はあ、すごい、すごいよ先生。落書きがちっとも見えない。当たり前よ。わざわざ姉貴のところの魔眼殺しを奪ってまで作った青崎青子渾身の一品なんだから。粗末に扱ったらただじゃおかないからね、シキ。うん、大事にする。けど先生ってすごいね。あれだけ嫌だった線がみんな消えちゃって、なんだか魔法みたいだこれ。それも当然。だって私魔法使いだもん。でもね、シキ、その線は消えたわけじゃないわ。ただ見えなくしているだけ。そのメガネを外せば線はまた見えてしまう。見えないだけ？ええ、そればっかりはもう直しようがないことよ。君はその目と何とか折り合いをつけて生きていくしかないの。やだ、こんな怖い目いらない。またあの線を切っちゃったら先生との約束が守れなくなる。ああ、もう二度と線を切らないっていうあれか。バカね、あんな約束気軽に破っていいわよ。そうなの？だってすごくいけないことだって言ったじゃないか。ええ、いけないことよ。
けど、その目は誰にも頼らない君個人の力なんだもの。だからそれを使おうとするのは君の自由。その目があることについて君以外の他の誰も君を責めることはできない。問われることがあるとしたら、あなたがその力で何をしたかということだけよ、チキ。僕が何をするか。そういうこと。うん、やっぱりいい目だ。正直言うとね、初めて君と会った時、めんどくさいのにぶつかっちゃったなって思ったんだ。だって君、見た感じいろいろなくしてきたみたいだから。でも問題なんてなかった。君はちゃんと生きているなら、人生かけて取り返していきなさい。四季、君は個人が保有する能力の中でもひどく得意な能力を持ってしまった。けどそれが君にあるということは、何かしらの意味があるということなの。神様は何の意味もなく力を分けない。君の未来には必要になる時があるから、その直視の目があるとも言える。それは残酷なことだろうけど、だからこそ忘れないで。君はとてもまっすぐな心をしている。今の君がある限り、その目は決して間違った結果は生まないでしょう。成人になれなんてことは言わない。君は君が正しいと思う大人になればいい。いけないということを素直に受け止められて、ごめんなさいと言える君なら、10年後にはきっと素敵な男の子になってるわ。でも、よっぽどのことがない限り、メガネは外しちゃダメだからね。特別な力は、特別な力を呼ぶものだし。はい、私からの忠告、その2、反則の出しどころ。勝負どころをよく考える。そうならないことを祈っているけど、どうしても自分の手には負えないと判断した時だけ、メガネを外して、よく考えて力を行使なさい。その力自体は決して悪いものじゃない。結果をいいものにするか悪いものにするかは、あくまで君の判断次第なんだから。無理だよ先生、僕だけじゃいいことになんてできない。本当は先生に会うまで怖くてたまらなかった。けど先生がいてくれたから僕は僕に戻れたんだ。ダメなんだ、先生がいなくちゃこんなメガネがあったってダメに決まってるじゃないか。四季、心にもないことは言わないこと。自分自身も騙せないような嘘は聞いている方を不快にさせるわ。自分でも分かっているんでしょ？もう大丈夫だって。なら、そんなつまらないことを言って、せっかく掴んだ自分を捨ててはいけないわ。それじゃあお別れね。バイ、シキ。どんな人間だって、人生ってのは落とし穴だらけなのよ。君はそれを何とかできる力があるんだから、もっとちゃんとしなさい。さよなら先生。よし、上出来上出来。その息でいつまでも元気でね。最後の教訓、ピンチの時はまず落ち着いて、その後によく考えること。大丈夫。
君なら一人でもちゃんとやっていけるから。バイバイ、先生。Thank you.